今回ご紹介するのは、キングセイコーの手巻き時計、44キングセイコークロノメーター 4420-9990 です。1964年から約2年間のみ製造された希少な KS 最上位機種コレクション。ノンデイト手巻き時計の中では最多の27席の高級実用機です。本品は 4420-9990 ケースにクロノメーター表記がブロック体の後期型モデル。サイズ、ラグ幅は 18mm、 ケース径は約 36mm、 ルーズ含まず、縦ラグからラグまで約 42mm、厚さ約 11mm、 風防含むです。操作方法、ケース右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。軽い遊びがあります。ルーズを引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。ハック秒針停止機能付きですが、時刻合わせすると連動して動きます。精度、日差は24時間の実測で30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。特徴、文字盤は放射仕上げのシルバーカラー、多面カットのバーインデックスとドルフィンハンドの組み合わせ、秒針は先端が膨らんだ独特な形状のノンデイト中三芯デザインです。SS ケースは太めのラグがたくましいラウンドフォルム、裏蓋は気密性防水性に優れたスクリューバッグです。クロノメーターの象徴でもある獅子メダリオンも綺麗に残っています。バンドはセイコー製の革ベルトにセイコー尾錠を装着しています。現行品では味わえないアンティーク時計ならではの魅力を存分に味わえる一品です。キングセイコー。キングセイコーは1961年昭和36年8月に亀戸の第二セイコー社にて開発されました。グランドセイコーに次ぐ高級腕時計としてセイコーの時計師に燦然と輝く代表的な腕時計です。2021年にはセイコー創業140周年、キングセイコー誕生60周年の節目の年となり、キングセイコーの復刻がセイコー公式サイトより発表されました。今後もますます注目されるコレクションです。コンディション、ダイヤル、文字盤、シミ、汚れなどの経年変化が認められます。文字、メモリのかすれ消えはありません。針、インデックスは軽く経年変化していますが、錆は出ていません。ケース、裏蓋、すれ、小傷、軽いあたりが認められます。裏蓋はオープナー痕が見られます。刻印、メダリオンは鮮明です。へこみなどはありません。風防、すれ、小傷が認められます。装着しての日常視認性は十分に保たれています。ベルト、尾錠、セイコー製です。使用感がありますがすぐに装着可能です。付属品、購入店保証書です。時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。
また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。